三沢公園三沢公園陸上競技場メインスタンド三沢公園陸上競技場は横浜市神奈川区の三沢公園内にある陸上競技場休技場としても使用される1951年に開場した神奈川県内初の日本陸上競技連盟第一種競技場であり日米対抗陸上競技大会がこけら落としとなったまた 1955年開催の第10回国民体育大会のメイン会場としても使用された。それ以降、県内の主要スタジアムとして大小様々な陸上競技の大会が開かれている。当初はアンツーカートラックだったが、1981年、その年の夏に開催された全国高等学校総合体育大会神奈川大会が進行したのに伴い、 日本陸連の第二種競技場に指定変更された。2002FIFA ワールドカップの開催に際して、隣接する三沢公園球技場とともに練習会場に使用されたことから、新たにナイター設備を4期設置。2002年の J リーグディビジョンに公式戦で、横浜 FC が公式戦6試合を開催した。毎年12月に、神奈川県高等学校体育連盟の駅伝。 ランニング大会も行われているほか、隣接の球技場、あるいは神奈川県内の他のスタジアムの J リーグ開催企画適合のための改修で全国高等学校サッカー選手権大会の会場として使われたことがあった。2013年8月20日、YSCC 横浜の J リーグ準化名が承認された。その時点での申請ではホームスタジアムの一つとして、 東京議場が設定された。2014年 J3 リーグでは正式な本拠地としての登録はなされなかったが、同クラブのホームゲームのうち5試合を開催することが決定。ただし、そのうちの一つである2014年6月25日の試合は前日の落雷により照明の不具合が発生したため、開催地を日発三沢球技場に変更した。 ABCDEFGHI 三沢公園横浜市環境創造局2013年12月27日閲覧 J リーグクラブライセンス制度 J3 ライセンスでは座席で原則5000人程度収容であれば本拠地として使用可能とされているなお隣接する球技場は J1J2 ライセンス交付基準にも適合した 競技場である2014年1月31日の日程発表時点で3試合の開催は決定しており、残り3試合は会場未定となっていた。第17節スタジアム変更のお知らせ J3 プレスリリース。ありがとうございます。